ルホビチの紋章、ルホビチがある。ミーグ -23 の記念日ルホビチの住宅地と、聖堂、ルホビチは1594年の記録に、リャザン主教の領地である、グルホビチの名で登場する。この村は、モスクワとリャザンの間にあることから、都市への農産物の出荷で栄えた。1860年代、モスクワとリャザンを結ぶ、鉄道本線がこの地を通ったことから産業が、 発達し始める。1920年代半ばまでルフォビチと呼ばれたが、その後ルフォビチと改められた。1957年に死の地位を得ている。ミグ設計局が航空機の試験施設をルフォビチに移転し、さらに製造部門も移転してきたため町は大きく発展した。17世紀のロシアにおいて内陸化専用の船を作る。 大きな造船所があったことで知られる岡川沿いのデディノボは、ルホビチの北東1 1トルの位置にある。ロシア最初の軍艦であるフリーゲートオリオールは1669年にデディノボで建造され、ボルガ川流域やカスピ海で活躍した。町の主な産業には、機械工業、建材工業、食品工業、繊維工業などがある。 軍用機の製造と試験のための大きな軍用空港もある。近郊は農村地帯で砂、粘土、石灰岩などの採取、発掘も行われている。古くからモスクワなどへ野菜を供給していた、この地方の名産品はキュウリで2007年の市制50周年。記念には市内にキュウリの記念碑も建てられた。ルフォビチにはモスクワコロムナリャザン。 ペンザサマーラウファを結ぶ高速道路 M5 が走る。またモスクワリャザン火山間の鉄道本線も通る。20km 南西の町、ザライスクへの支線もあるが、この鉄道は使われていない。ありがとうございます。